ざいます。どうもす。関根さん、今日は、はい、関根さんの受験勉強ってどうだったのかっていう。はい、あのね、結果としてほとんどやらなかったんですよ勉強嫌いで。中学の時はまあ一応義務教育っていうか、まあなんだろうな、なんか真面目にやってたんですけども、いい先生もいたし、はい、僕はあの港区だったんで、はい、軍制度で11軍から12、13、14、15、15軍まで、はい、軍で受けるんですよ。で僕はね、12軍の八潮高校、城南高校、赤坂高校かな、その3つのうちの12軍を受けると勝手に振り分けられちゃうの。僕は結果的に八潮高校に振り分けられたんだけど、都立のね、はい、私立では家が近所だったんで明治学院の高校を受けて、これも受かってたんですよ、はいはい、ところが男子校でしょ、うん、で男子校だとちょうどこう高校生ってこう第二次成長期っていうか、色気づいてくる時にこう女子がいないというこの閉鎖的な中でおかしくなりそうだと思ったわけ。それプラスうちの父親公務員だから、そんな給料がね、そこまであのうちいっぱい家族いたから負担かけたくないなと思ったんで、都立の方がいいなと思って女子もいるし、はい、授業料も安いからっていうんで、まあ八潮高校行ったわけですよ、はい、高校行ってね、なんか先生が冷たかったな。中学の先生って多少救ってやろうってなるの。高校は義務教育じゃないでしょ、はい、数学の先生なんてね、あって数式書いてね、答え出してね、こうなんだな。な？な？ちょっと書いちゃうんですよ。できないやつは知らないよっていう。へー。すっごい高校の時に入った時にね、カルチャーショック。冷たい。この人たち冷たい。できなきゃできないで自己責任だって思われて、でなんかすごく嫌になっちゃって赤点取るわけですよ、中間テストで、はい、まあ2教科取るとしますよね、赤点を。1学期の中間テストで、期末テストで連続赤点まずいから、この2教科頑張るわけですよ、はい、ちょっと他おろそかになって、はい、他がまた赤点になるわけ、はい、2学期の中間テストでその赤点だったやつを主にやるわけですよ、とまた赤点が出るわけ。それのね、自転車操業だったんですよそれで2年生もそれでずっとやって、3年に行けるかなって言ったら、世界史の先生に呼び出されて、関根、このままじゃ上げられないわ、上に。ただお前なっつって、こう出席簿見て、お前毎回出てんだよなって忍びないわ、あのサボってないやつを上げないのは忍びないから、お前リポート書いてこいっつって、それで図書館に行って何がいいかなと思ったら、まあ、ちょうど高2だからちょっとスケベになってるわけですよでクレオパトラって漫画で知ってたわけですよ、はいはい、手塚治虫さんのこう色気があって男を転がしてたっていう、はい、それでクレオパトラとそれを取り囲む3人の男たちっていう、それを読んだらすっごい面白かったわけ、うん、3人の、歴史学者が会話してんですよ。クレオパトラはこうでね、頭が良くてね、イタリア語も全部堪能でねとかね、シーザーはコロッて言っちゃったんだよねとか書いてあるけど、それを全部まとめて一つのその口語体じゃなくて読める文体にして、あ、20枚出して3年生に上がれたんですよ。へー。で3年生になってまたその自転車将棋やってるわけよ相変わらず理数系が弱くて、かといって文系が強いわけじゃないんだけども、理数系の方が弱いので私立の文化系のクラス行ってたわけ、はいはい、3年生の時には、はい、そしたらね、1年後輩のね、これ蒼井照彦さんにそっくりなやつがいたわけ関係ないって言われるかもしれないけども、その思い出がすごいんですよ。助さん、賀来さんの助さん役の方のね、蒼井照彦さん、その後輩がいきなり、関根さん、パンアメリカのパイロットって月給60万ですよって言うんですよ。確か60万ぐらいだったと思うんですよ、52年前、はい、52年前の60万ってすごいでしょ。そうそう、月給今で言うと200万ぐらい、
そうかもしれないです ね3倍以上。もうびっくりしたわけ、はい、本当かって言って本当なんですよっていうの。ちょっと待てよって言うんでパイロットになるには航空大学か防衛大学、はい、で防衛大ってもすごい難しいから、担任の先生のところに行って航空大学ちょっと受けたいんですよって言って、でそのために夏休みには、物理 B と数3を取りたいんですよって言って夏休みのその、あの講習、よしじゃあ関根取れって言って、それでちんぷんかんぷんでね、10月か11月だったんですよ受験が、はい、だからちょうどいいなと思ったわけ、はい、あの1月2月の本編の前に練習になるなと思って、はいはいはい、で上野の電気学校のところの場所を借りて航空大学が試験あったんですよ、はい、受けに行きました、はい、全く分かんなかっただからもう見にも行かなかったわけもうそしたら先生に呼び出されて、お急ぎにどうだったんだって言うから、いや多分落ちてると思いますって言って、なんだお前それ落ちましたもう来なかったからお前連絡しろよって、俺はお前全部手配してね内申書も書いたのにって、すいませんでしたって言って諦めたんですよ。パンアメリカバカじゃないのちょっとその青い照彦に似た後輩に口車に乗せられてバカだなと思いながらも、でもまあそのなんか夢にかけたいなと思って、そこにはねやっぱりねモテたいっていうのがあったわけですよ。給料60万プラス機長になってね世界中を飛び回って、えモテるのかなと思ったわけよ。それで大学行こうと、受験勉強してないわけ、得意な科目が一個もないわけよ。で社会科何するかっていうと、もう日本史はもう1ページ読んだだけで眠くなっちゃうし、世界史は範囲が広すぎてどこの国のことを話してるのか分からない。倫理社会があったんですよ、明治学院大学と日大は。それを選択したわけ。英語と国語はまあ今までの知識でなんとかどこまでいけるか分かんないけどやろうと。倫理社会だけはね、この参考書買ってねこう読んでたんですよ。まず最初に明治学院の大学の高校は受かったんですよ、はいはいそうですね、ところが都立行って行かなかった、はいはい、で大学で受けて倫理社会の人少ないんですよ、倫理社会で受ける人って、はい、それで問題用紙が来たわけ、はい、そしたら2問なんですよ、はい、論文なの。ストア派とエピキュラス派について書けって、はあ全く分かんないだからもうこの50点まず丸々なしよで次がマスメディアについて書け、はい、分かんないよでテレビは楽しいって書いてだから0点ですよだけど一緒にあの受けたやつと一緒に発表見に行きました。それでやっぱり番号飛んでんですよ自分のところ経済学部かな確か。で2人でいやひょっとしたら法学部の方に間違えて書いてあるかもしれない、はい、他の学部のも見たのよ、はい、ないのよでもいやもう一回見ようって言ってね3回見たかな40分以上いましたね、はい、で諦めて帰ってきましただって0点なんだ、はい、で国語と英語が例えば100点だったらね、はい、話は別ですよそっちだって大して取れてないんだからそしてその受験した日にうち、はい、帰ってきてストア派とエピクラス派って何なんだっつって参考書を調べたら、はい、前の日までやってたところの次のページがそうだっただからもう1ページ見てたら50点取れてたそうですね。そしたら明治学院行けてたの1ページで、はい、行けたかどうか分かんないけどでも50点だと確率違うでしょ、そうですね、そうするとアルフィーと知り合ってたかもしれないですよ。アルフィー1個下なんですよ僕の、はいはい、だから僕アルフィーのコンサートの司会やってたかもしれない次のページですよ。そうなんだ。ストア主義がね禁欲主義おでエピクラス派が快楽主義やん、はいはい、書いてあるわけ。ああこれあと30分やっとけば50点だったんだなつって。でうちから歩いて2分3分3分か4分なんですよ明治学院実家から。
電車も使わないしな日大の僕は法学部の管理行政学科っていうのを受けたんですよ、はい、でなんで管理行政学科っていうと試験日が一番遅かったんです。おで一番遅いからその分参考書を読めるなと思った、それでバーって読んでて、そしたら日大の倫理社会は普通のこの問題がこういろいろあって、それにこう括弧の中に書き入れていくっていう、まあ普通の筆記の、それは結構分かったんですよ、ってことあったんですよ、まあ、おあそうかこれやったぞこれやったぞ、あの明学から終わってから結構また頑張りましたから、あの0点取ってるからやばいっつって頑張ったんで倫理社会はまあまあいい点取ったんで、まあ日大に受かることになったんですよ。